どうもこんにちは、太郎です。2023年明けましておめでとうございます。パチ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 。1月1日といえばリリア様のお誕生日ですね。おめでとうございます。今回は年明け一発目でですね、リリアのバースデーストーリーとガチャやっていきたいと思います。今回はね、リリア推しなので出るまで引きたいと思います。頑張るぞ。じゃあバースデーストーリーから見ていきましょう。1、誕生日わしの。ああ、そういえば入学するときそう伝えたかもしれん。そうそう、リリアってさ、本当の誕生日じゃないんだよね。多分1月1日って適当に言ってんでしょ。いつの間にか自分の誕生日を忘れてしまっての。祝ってもらえるとは思わなんだ。嬉しいぞ、ありがとう。なんかおとなしくない？1年目ってちょっと距離感があるような感じがするんだけど。で、2年目。今日はわしの誕生日パーティーが開かれるんじゃ。どうだ、お主も参加してはくれぬか。めちゃくちゃ行く。もちろん無理にとは言わんが、来てくれなかったらわし寂しくて泣いちゃうかも。おそれ去年こんなんだったな。おお、そうかそうか、来てくれるか。今日は共に心ゆくまで騒ぐとしよう。行くに決まってるじゃないですか、リリアさん。最高。今年はまだね、見てないんだよ。楽しみ。いやはや、いくつになっても誕生日を祝ってもらえるというのは嬉しいもんじゃの。何回目の誕生日なんだろうな、リリア。星の数だけケーキにろうそくを立てるじゃと。おお、やばいんだろ。やめておけ、せっかくのケーキを穴だらけにしてはもったいないからの。マジか。マジで何歳なんだ。面白。はい、じゃあログインボーナス見ていきましょう。かわいいな、最高。決まってる。てかさ、今年のやつ見たんだよな。これちょ、やばいよ。これ。おい。かわいいぞ。最高ではないか、これは。引くしかないよ。行きましょうね。はい、やってまいりました。リリアのバースデー召喚ブルームですね。過去2回のバースデーガチャもすべて引いてきてますので、今回もゲットしたいと思います。マジカルキーと石でね、100連分はあると思うので、これでどんどこどんどこ引いていきたいと思います。まずは10連で。OK。一応ね、出たら撤退しようかなとは思ってます。さて。お、羽2つ。ちょっとね、今年のさ、運試しみたいなとこもあるからね。いざ導かん。闇の力を秘めし者。おい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 、これ運命なのでは？おい、え、これやばくない？早く、マジか。え、これ一発目で来た。めちゃくちゃ嬉しいんだけど。ちょっとどこだ、どこで来るんだ。100連分用意してたのに。今まで節約してたの。ここで一発で引く。ちょっと早く、めっちゃじらされるじゃん。来るか、まだ。Sでは多くね。来る、うわっ、ここ今日はどんな風に祝ってくれるんじゃ。わしが満足するまで返してやらんぞ。来年までお祝いしよう。リリアゲット。おー、ちょ、最高、最高です。大勢に賑やかに祝われる誕生日は実に楽しいの。この年になって初めて知ったわい。わ、盛大にお祝いしよう。1年間お祝いして来年の誕生日までつなげよう。それぐらいの気持ちだわ。え、嬉しいな、なんかいいスタート切れました。奇跡、一発目でリリアゲット。撤退します。
オッケー。じゃあせっかくなんでちょっとレベルとか上げて、ストーリーも見ていきたいと思います。おー、エクセレント。実りが多い学園生活じゃない。最高。はい。ではやってまいりました。ブルームバースデーのリリアですね。ハッピーバースデー見ていきたいと思います。いや、もう超嬉しい。どんな感じになるんだろう。ハッピーニューイヤー&ハッピーバースデー。そう。わし。わし。わし。わあ、かわいい。こんな賑やかでめでたい日を迎えられるとは。思いつきで誕生日を決めるのも悪くないの？いや、もう最高の日にしたね、リリアは。思いつきで誕生日を決めただと？耳を疑ってるやつがいるぞ。お、プレゼンターが到着したようだな。早く入ってくるがいい。めっちゃおもろくない今の。この声はって感じなんだよな。すみません。盗み聞きのようになってしまって。リリア先輩。今の話は一体動揺隠せないんじゃない？ジャミル、細かいことは気にするな。ジャミル、今日はよろしく頼むぞ。いいんか、このまま祝っていいんかって、めちゃくちゃ頭回してるかもしれん。細かくはないと思うが、深追いはやめておくか。では気を取り直して。この組み合わせとかちょっと珍しいね。リリア先輩、お誕生日おめでとうございます。最初の質問です。早速？飛行術は得意ですか？不得意ですか？お、空を飛ぶのはお手の物よ。授業が好きかと言われると微妙だがの。まあ確かにな。リリアってさ、ほうきなくてもなんか飛べそうじゃない？学園の授業は簡単すぎて退屈ということでしょうか？いや、若い者が巣立ったばかりのひな鳥のように懸命に空を飛ぶ様子は微笑ましい。もうすごい目線がもうお父さんみたいな感じになってるよな。じゃがな、自分で飛ぶとなるとほうきがな。ほうきが？なるほど、道具の問題ですか。学園では生徒の公平を期すために支給されたほうきで授業を受けますからね。なんか特別なほうきとか使ってんのかな本当は。リリア先輩は何を使って飛ぶのが得意なんですか？ねえねえ、よくぞ聞いてくれた。わしの獲物はこの体よ。お、やっぱり。え、ほうきなし、何もなしで飛ぶ。つまり道具を使わずに飛ぶと。さよ、空を飛ぶときはほうきなり絨毯なりに乗った方が動きをコントロールしやすいとされているが、わしレベルになると道具はむしろ邪魔なんじゃ。木の枝やら路地の壁やらに引っかかるし。どんな飛び方するんだ。そんな狭い場所で飛ぶ機会があるかはともかく、身軽なのに越したことはないですね。え、すごいね。え、あれなくてもさ飛べるんだ。うん、この身一つで様々な国に行ったぞ。農家へ山を越え、時には海を渡ってな。海を渡るぐらいのさ飛行ができるってすごくない？だが列車やバスに乗るのもいいものよ。あ、つかさ、旅行つながりでさ、ジャベルめっちゃ食いつくんじゃない？これどうなん？何年前のことだったか。一週間ほど列車に揺られて旅をしたのは興味深い経験じゃった。これいいんじゃない？ジャベル的にはさ、一週間も列車に。車内でどんな風に過ごされたのか気になります。あ、ほんとね。だいたい寝てたな。寝てた。外の景色とか見ないのか。寝てた？せっかくの列車旅行なのに。何もない荒野をひたすら走り続けるばかりで、窓の外の景色はいつまで経っても変わり映えしないし。なるほどな。そもそも振動がすごくての、とてもじゃないが本を読んだりゲーム機で遊んだりはできなかった。もう寝るしかないと。さらには椅子も寝台も何もかもが硬くて、列車を降りる頃には全身バキバキ。いろいろ経験してきたが、動かなすぎて体が痛くなるのは初めてだったわい。いい経験してるね。もしやそれが興味深い経験ですか？その通り。広大な大地に知恵と技術を駆使して線路を敷き、川を渡るための橋を架け、
大きな山にトンネルを掘りもう壮大な話になってる。先人たちの作った道は血のみごや牢屋も等しく安全に遥か遠くの地へ運んでくれる。そんな人間たちのひたむきな積み重ねと努力を実感できる旅じゃった、うん、一族は何代にもわたって土地や道を開拓したという話もあるし、そう考えると不便さにも味があるのか。なんか歴史を感じるのかもしれんな。大地に金属の塊を走らせたかと思えば、今や自由に空を飛ばせていると人間の営みというのは本当に興味深いものよ。これジャミルついていけないと思うわマジで。続くなんか振り回されてんのいいなジャミルがさ。じゃあ第2話いきましょう。続いての質問は、得意な授業は何ですか？お、得意な授業か。歴史じゃない？また授業の話か。堅苦しいインタビューよの。まあよい。得意な授業か。魔法史に関しては、この学園の誰より詳しい自信があるぞ。そうだよね。なんか教科書に載ってないことまで知ってそうじゃない？人名や年号を覚えられないとか、授業中に居眠りしてしまうという悩みを耳にすることがあります。まあな。いや俺は結構歴史さ苦手なんだよね。覚えらんない。せっかくなので魔法史の授業でいい成績を取るためのアドバイスをいただけませんか？教科書に載っている言葉を丸暗記する勉強方法では退屈してしまうのも無理はない。そうなんだよ。いかにして歴史が紡がれたのか、それを紐解いて考える。それが魔法師の楽しみ方じゃろうて。わあ、やっぱそうなんだ。紐解いて考えるですか。なんか流れを知るとさ、やっぱ頭に入ってくるのかな。おや、その顔あまりピンときていないか。そうじゃな、一つ面白い話をしてやろう。昔ある国にとても臆病な王がいた。常に最悪の事態を想定している男での、有事の際にはすぐに逃げ出せるように部下に命じて密かに地下通路を掘らせていたのじゃ。お、権力者にはよくある話ですね。ほんとね。あのグルリアス・マスカレードのさ、ところの舞台もさ、花の町も下になんか逃げ道みたいなあったよね。その王の名前は今も歴史に刻まれておる。国を救った英雄としてな。なぜだと思う？わかんねえ。心を入れ替えたからでしょうか。なんでなんだろうね。正解は、国が豪雨に見舞われたからじゃ。豪雨に？豪雨に？あ、もしかして逃げ道なくなっちゃったみたいな。そう、雨水が地下通路に流れ込んだんじゃよ。あ、そのおかげで町は甚大な被害を免れた。なるほどね。あ、そういうこと。いずれ水害が起きると見越して排水施設の準備を進めた偉大な王の話は聞いたことがあるじゃろ。実は逃げ道にしてたっていうことだったのかな。いつだか読んだ本にはインフラ整備の先駆者と記されていた記憶がある。リリア先輩の話が本当なら教科書の内容が間違っていたことになりますが。面白いね。実はそうだったっていう。かなり昔の話ですからね。必ずしも正しい内容が伝わっているとは限らないということか。あやつの真意はどうであれ、地下通路が国を救ったのも、その記録が残っているのもまた事実。あやつのっていうのがいいね。なんか絶対会ったことあるやつじゃんみたいな。誰かの起こした行動とその結果をまた別の誰かが自分なりに解釈して後世へと伝えていく。そうやって人間の思いありきで紡がれるからこそ歴史というのは味わい深くて面白い。うん、面白い話は聞けた。続く。ああ、もうあっという間だよ。じゃあ第3話いきましょう。グルービーへ楽しみだな。それでは最後の質問です。
堅苦しくないやつでお願いします。これからの1年でやりたいことは、あーなんだろうね。健康的な生活を心がける。これに尽きるな。おじいちゃんみたいな俺も日頃から気をつけています。何事も体が資本ですからね。まさしく健康に勝る宝はないからの。本当にそうだと思います。それで具体的にはどんなこと、うん、とりあえず早寝早起きは基本ですよね。なんだろう、トマトジュース飲むとか。いや、わしは完全に夜型じゃからそれリリアはさ、早寝早起きって無縁なんだよな。なんか徹夜も伊藤湾みたいな。朝起きたらすぐにカーテンを開けて太陽の光を浴びるなんて話をよく聞くが、うん、わしがやったら朝からずっと調子が出なくて苦労するに違いないもうザ夜型人間。それに夜は寝とげで忙しいしな。おいおい、どこに健康的な話が来る。ここ腕の立つゲーム仲間がいての、ホリデー中はそやつと高難易度クエストの攻略に励んでおるのじゃこの部分だけ聞くとイデア先輩を思い出すな。おお、早寝早起きは違うとなると他に思いつくのは適度な運動。まあディアソムニアって言ったらさ、鍛錬みたいなの大事にしてるもんな。その点は抜かりないぞ。かねてからずっとシルバーとセベクの鍛錬に付き合っておる。そうだよね。そろそろ教えることもなくなりそうじゃ。クフフ。コードの指導というのは楽しいものよ。あの二人をさ、鍛えてるって相当だよな。シルバーとセベクの。なるほど。それは確かにいい運動になりそうだ。睡眠に運動ときたら、あとは食事ですね。食事。そうじゃな。食事。もとい栄養のバランスは、わしが最も意識してきた部分じゃ。本当に？本当に？トマト、チーズ、お、ブロッコリー、トマト出てきた。オイスター。それに、古くから東国に伝わる発酵食品。まさか、納豆？体にいいと聞いた食材は、何でも料理に取り入れたわ。待って、リディアの料理はやばいって。ま、作った料理は人に振る舞うばかりじゃが。わしはわしで好きなものを食べてるからの。人に振る舞うばかり。料理を作ったらまずはご自分で試食してください。本当だ。インタビューはこれで終了です。リリア様、お疲れ様でした。いや、よかった。なんかジャミルが振り回されてるのよかったなお主もご苦労だった。あとは華麗にバースデーロードを飛ぶだけじゃな。楽しみ。ええ、これを使って。ほうき、さあ、いらないみたいな感じで言ってたけど、まあ、特別なほうきだからな。喜んでくれるといいけど。爽やかで愛らしいデザインでリリア先輩によくお似合いです。このほうきでなら楽しんで飛べるでしょうか。無論わしにぴったりの可憐なほうきじゃ。こんなの気分が上がるに決まっとるわい。いいね。わあ、ちょっと楽しみ。どんな感じになるんだろう。わしの飛行術の実力を披露するまたとない機会。後輩たちの良き手本となってやろう。おお、おい、やばいね、めっちゃいいね、めっちゃいいよ。やば。はあ。おい、ストーリークリア。めちゃくちゃ良かった。めちゃくちゃ良かったです。じゃ、グルービーさしに行こっか。はい、やってまいりました。リリアのブルームバースデーですね。グルービーさせます。オッケー。ちょっと最高じゃん。どっちのイラストもいいっすね。これはやばい。熟練の技を見せてやろう。わしから目を離すなよ。いやー、いい、いい新年を迎えたな、これは。グルービー、これいいじゃん。ワクワクするの。わしもまだまだ若い者には負けてられんな。
なんかさ、手を伸ばしてる感じね。あれにさ、ガッてさ、捕まってさ、ちょっと同じ方形に乗って、なんか、無茶な飛行術を振り回されたい。面白かった。せっかくなんで、ボイスも聞きに行きましょう。はい、やってまいりました。ブルームバースデーのリディアですね。ホーム設定から順番に見ていきましょう。魔法の腕も確かじゃぞ。ホーム繊維。誕生日は祝うのも祝われるのもいいものだ。家族や友人、それにお主らと笑顔で楽しく過ごせるからの。嬉しいね、なんかメンバーに入ってる。学校生活やっぱ楽しんでるよね、リリアは。わしの誕生日パーティーは日が暮れてからが本番。昼間にはしゃぎ疲れないよう注意するんじゃぞ。これ朝までコースだな。たまにはローブを着るのも悪くないの。ふん、そのうちゲームでも魔法職に挑戦してみるか。マジで。ね、マッスルくれないだからさ、絶対さ、なんか戦士とかそういうタイプだから魔法使いキャラは珍しいんだろうね。朝は苦手じゃが、今日は頑張って早起きしたぞ。わしを祝いたがってる者たちを待たせたら悪いじゃろ。順番待ちできてましたよ、これ絶対。旅の話になった途端にキラキラと目を輝かせおって。今度ジャミルにわしの冒険談を聞かせてやらねば。そりゃそうだ、本当にいい組み合わせだと思いました。今日の衣装もよく似合っているじゃろ。わし的にはとんがり帽子が特にキュートでお気に入りじゃ。もうね、何でも似合ってますよ。今朝振る舞われたトマトジュースはうまかった。数種類のトマトをブレンドした寮生たちのお手製らしい。トマトブレンドってすごくない？なんかうまそう。マレウスの演奏は何度も聞いておるが、誕生日を祝して奏でられた音色は普段と違う味わいがある。いいな、マレウスなんか演奏してあげたんだ、優しい。この小瓶は新作のネイルポリッシュじゃ。さすがビルのチョイスじゃな。色味もボトルも洒落ておる。おう、ビルからもプレゼントがあった。わしが食べておるマフィンか。残念じゃが会場には置いておらぬ。トレイからのプレゼントじゃからな。すごい、トレイからもプレゼントもらったんだ、いいね。じゃあ最後、飛んでいる姿がかっこよかった。そうかそうか、老体に鞭打って大空の下を飛んだ甲斐があるというものよ。いや本当にかっこよかったです、最高でした。いやよかったな、よかったです。感無量。ということで1月1日リリアのバースデー、無事にね弾くことができました。まさかね一発で出てくれるとは思わなくて、最高のニューイヤー迎えることができて最高です。本当にもう最高ばっかり。ストーリーも面白かったですよね。ジャミルとの組み合わせ良かったな。これからねしっかりと育てていって、またいろいろと使っていきたいかなと思います。ということで今回はこれで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価、ツイッターフォローとお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。